仕事始めにあたりご挨拶がございます。新年明けましておめでとうございます。平成28年の年頭にあたり、皆様にとりましてこの1年が希望に満ちた素晴らしい年となりますよう心からお祈り申し上げます。また年末年始に勤務に当たられた職員の皆様には心から御礼を申し上げます。昨年を振り返りますと、原油安や円安の恩恵によって高成長が期待されておりましたが、実際には春先より夏場にかけて景気が停滞をし、期待したほどの大きな動きは見られませんでした。特に個人消費は中小企業の賃上げの動きが足踏みをしたことにより消費停滞に影響したと考えられます。中小企業は日本全体の雇用の過半数を担っているため、個人消費の回復力を占う上で特に注視すべきであると思っております。一方、一昨年人口対策と地方経済の活性化を目指す地方創生の取り組みが国から示され、本市においても昨年10月に小樽市総合戦略を策定したところですが、本市の将来都市道として掲げた訪れる人を魅了し暮らす人には優しい市民幸福度の高い街の実現に向けた街づくりを着実に進めてまいりたいと考えております。今後は毎年見直しや検証を図り、より実効性の高い総合戦略としてまいりたいと考えておりますことから、これまで以上に市民の皆様、そして関係する組織、団体の皆様のお力添えが必要であると実感をしておりますので、何卒皆様のご協力をお願いを申し上げます。次に、市内公共交通関係では、JR 駅舎の利便性を高めるため、まず、銭箱駅のバリアフリー化に向けて、本市が主体となり、北海道運輸局、JR 北海道の3社による協議会により、現在、駅舎のバリアフリー化のための整備に関する事業計画案を策定をしているところです。今後も市内主要駅のバリアフリー化に向け、関係機関の皆様と協力をしながら着実に進めてまいりたいと思います。また、本年3月26日には、いよいよ北海道新幹線が開通をいたします。次は札幌までの早期開業をという思いを一層強く感じております。本市としましても現在新駅周辺の街づくり計画の策定を進めており、平成28年の末には策定を完了させる予定でありますので、新幹線の効果を街全体で享受できるよう進めてまいりたいと考えております。このほか昨年の小樽港クルーズセミナーでは、後志管内の町村などにも参画をいただき、後志全体の魅力を紹介させていただきましたが、今後も